竜巻旋風脚を実現するにはどうしたらいいか。こんにちは、グリードテコンドークラブ安田です。格闘ゲームで有名な蹴り技の必殺技といえば竜巻旋風脚ですよね。この竜巻旋風脚を実現するにはどうしたらいいのかっていうことを今日やります、はい。このチャンネルでは主にテコンドーの技だったり上達法を解説しています。あとリクエストにもお答えしています。この技もうちょっと上手くなりたいんですけどどうしたらいいですかとか、なんかいい練習方法ありますかねっていうリクエストにもお答えしているので、これどんどん皆さんもリクエスト送ってください。竜巻旋風脚ね、これをそのままやっても実現できるのかっていうことなんですけど、できません、うん。まあ、いやさすがにね、あのままでは実現不可能です、うん。なのでまずその現実的なやり方に落とし込んで、それからこうだんだん使えるようにしていくっていう必要があります。はい、そこで、今日の目次はこうです。ポン、はい。まず1番ね、検証ゲームから現実への検証、はい。それから2番、現実版の実践で、3番が、当て方の解説で、4番が、実際の使用例ということになります。はい、ドドン、はい。実はですね、過去に竜巻旋風脚をそのテコンドーの蹴り技の技術を応用して実証したことがあるんですね。現実的にこう再現するにはどうしたらいいかってやったことがあるんですけども、それ結構ふざけて撮ってたんですけども、でもそれでいろいろ分かったことがあって、でその結果ですね、このゲームでは竜巻旋風脚は片足で蹴ってます。ずっと同じ足で、で足のその側頭っていうね、このここの硬いところ、ヘリの部分でドドドドンとこう蹴っていくんですよ。でこれで、まあ、蹴り続けるんですけども、これね、空中でそんな風にこの同じ姿勢で5回も回るって無理なんで、これ現実でやるとどうなるかっていうと、まず片足ではなく両足を使いましょうということになりました。で、両足使うのであれば、こう側頭っていうこの部分と、こっちから回るときは側頭なんですけど、こっちから行くときはこう足の甲っていう、側頭と足の甲を使いましょうということになりました。でゲームはこの5回ともね、同じ蹴りがどん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 ってなるんですけど、竜巻旋風脚って、で実際にそのやる場合はこの蹴りとこの蹴りを交互にこう繰り返すという形になりました。でしかもこう5発で連続的にね、ほぼこう空中で蹴ろうと思った時に3と2の組み合わせになるっていうところが、それは検証した結果分かりました。2と3だとね、なんかうまくいかなくて、3と2だとなんかこううまくいくっていう、その組み合わせは分かりましたので、まずそのね、検証した、結果どんな感じだったのかをご覧ください。さあこれをね、実践に変えていきます。実践しように、こんなもんね、そのままじゃ使うもんがあるから。竜巻旋風脚の現実版、あれを試合とか組手で実際にこう出して全部5発とも相手当たってくれるかって言ったら、そんなことないですよね、うん。これ当たり前ですよね、相手も戦ってるわけですから。
はい、なんで、ここからです。今日の大事なポイントはここからね。竜巻旋風脚っていうのは回転しながら連続で蹴る技ですよね。つまり竜巻旋風脚を実現するにはどうしたらいいかという問いは、回転系の連続技を当てるにはどうしたらいいかっていう問いと等しくなります。そこでまずは回転系の連続技の特徴をね、まず見てみましょう。まあ、連続技いろんな系統がありますけども、例えばその押し系ね、前蹴りとか横蹴りで相手をこうこっち自分こっち相手で相手をドンドンドンと押す場合、これはまあ続けることができるわけです。で、回し蹴りでこう蹴る場合、例えば以前あの別の動画で紹介したヤンバルチャギっていう蹴りは、こう蹴った方向とに対してこう反動を返ってきますね。でその反動を利用して逆方向にこうつなげることができます。蹴りのその回る方向が逆方向なんですけど、逆方向だからこそ蹴った時の反動が次にこうつながるんですね。ところが回転系の場合っていうのはこうぐるぐる回ってだんだん加速していくのはいいんですけども、当たった時点でその回転というのは止まるわけですよ、そうなんですよ。ここがね大事で、ということはどっかでヒットしないといけないということになりますね。はい、当たったところでその回転というのは止まっちゃいます。これがちょっとデメリットではあるんですけども、でも一応メリットもあって、回転系これやられると分かるんですけども、あの回転系でぐる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 来られると前に入りにくいんですよね。あの連続技っていうのは基本的に自分がされた時はグッてこう前に入ったらその連続性を断ち切ることができます。こうバーって前に来た、あの来てるやつをこう自分がガッて入ってしまえばもうそれ強制終了させることができるんですけど、回転でバーって来られるとね、前に入りにくいんですよ。あの回転扉、回りっぱなしの回転を想像すると分かるんですけど、こういつ行ったらいいのみたいななると思うんですけど、そんな感じですごくこう中に入りにくいっていうところがあって、っていうのがありますね。はい、で大事なことがもう一個、そもそも連続技の目的っていうのは出した技を全部当てることではありません。連続技の目的っていうのは虚実を作ることです。どういうこと？虚実、あのね、例えばね、こう、まあ、連続でバーって出すじゃないですか。それ全部当たってくれたらそれに越したことはないんですけど、でもっと言うと単発で仕留めることができたらそれが一番いいでしょ。でも相手も戦ってるからなかなかそんなことは起きないわけですよね。でそうなった時にこの有効打を生むために空いてるところを作らないといけないですね。で空いてるところをこう作るために本来狙ってるところとは別のところに意識を向ける、あるいはバーってこう連続で攻撃しながら急に狙いを変えることによって当てることができます。それはこう左右だったりね、左右だったりとか上下だったりね、下から急に上がってくるとか、あと奥行き、こう奥行き急にこう深くなる、こう前後だったりとか、こういう時間差とかだったりするわけですよ。ではそれを回転系でするとどうなるのかってことなんですけども、最初の何発かはわざと透かす、あるいは仕留める気でいったけどもその勢いをつなげて次につなげていくってことが、これがポイントになります。その上でこう高さ上下だったり前後の奥行きだったりとかで虚実を作って最後ヒットにつなげるっていう、それがポイントになってきます。はい、じゃあね、その例をいくつかご紹介したいと思います。ちょっといくつか例をやります。ピッチャーが避け切った思ったところにさらに乗ってくるみたいな。はっ、ちょっ、は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 
はい、今回これで以上になります。ゲームのね技を現実に落とし込んでみて、でそれをさらにこう実践で使用するにはどうしたらいいかっていうところまで紐付けてみましたけども、いかがでしたでしょうか。いつもいいねコメントありがとうございます。この動画が役に立つと思って今後の動画のクオリティアップのために高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あとはね、LINE 公式やってます。LINE 公式ではこう教育とか育児に関する情報をお届けしています。で今お友達登録していただくとプレゼントがあります。お子さんの生まれ持った個性がどのタイプかが分かる、気質診断の動画と、その解説のレポート PDF を、無料でプレゼントしてますので、気になる方は、下の概要欄のリンクからチェックしてくださいね。以上、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。せーの、いいね、おつ終わり。